はいどうも、はい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 、ティーガレージ店長、40歳になったら再開したかったことが一つあります。それはホビーラジコン。でもやっぱりね、一式新品で揃えようとすると結構なお値段になってしまう。本当はクローラーラジコンが欲しかったんです。欲しかったんだけど、ずっと思ってるんですけど、まあちょっと買うの無理だしなーって、ずっとまあ諦めていたんですよ。そしたらヤフオクでたまたまシャーシが何かもわからないプロポの通電確認だけしてあるっていうラジコンが売りに出てまして、それを2554円で落札しました。なのでこれちょっとね、これから開けてみたいと思います。説明書の画像がちらっと映ってたんですけど、タミヤの SN95 のマスタングの説明書だったんですよ。ってことは TA02 か TL01 のどっちかだと思うんです。で、 TA02 だったら自分もね、昔使ってたラジコンなので問題、まあ部品が出るかどうかが問題なんですけど、なんとかなるかなと。で、 TL01 だったとしたら、なんかあのツイッターの方でね、リプもらったんですけど、部品がほぼ出ないだろうっていう話だったんですよ。なんですけど、ちょっとググってたら、軽くググった程度なんですけど、結構ね、流用とかでなんとかなるっぽかったので、まあ、とりあえずそのレース出てね、その1位取りたいとかそういうわけじゃないんで、よいしょ、走れるようにまでなったらいいかな。あと自分がやってた頃はドリラジっていうものがなかったんですよ。なのでまあドリラジとかちょっとやってみようかなぐらいの、そんな感じで行こうと思ってます。よいしょよいしょ、うわっ、うわーいしょー、ケース入りだぜ。このケースだけでも結構な価値あるんじゃない、知らんけど。またパッキンが01だなプロポは3話のセーパースポーツ。今なんかこのクリスタルっていうものはないらしいですね。まあ多分通電確認のみって話だったけど、多分これ TL01 でしょう。この成形の形見たことないやつだ。はい、 TL01 でしたそっか、なんかプロペラシャフトがもうないらしいですね。よいしょ、バンパーボロボロやから、これはヨコモかな、ヨコモのドリラジのボディですね。なんかいろいろとノーマルの部品がついてるけど、よいしょ、本体まだ開けない、まだちょっと見ない。これはタイヤ、ツーリング系の、しかもこれ未使用じゃない、接着もされてないしインナーついてないけど、これがねなぜか3本で充電器、ヨコモのクイックチャージャーですね。古いから使えるかわかんないけど、何分で充電できるやつじゃん。コスモエナジーテックわからん、 1400SCR。 このね1400とかっていうのはね、これね、あの容量ですね。コンパウンド、タミヤコンパウンド、このねタミヤコンパウンドね、実は自分結構好きなんですけど、これね、3種類、今タミヤのコンパウンドって3種類になってるでしょう。それがね、なる前のやつなんですよ。これね結構ね使い勝手がいい、プラベアリングとボールベアリング、あ、バスタングのリアスポね。これはあのプロポのアンテナのところにこう、これ何番使ってますって、クリスタル何番使ってますっていうやつの表示すると貼るやつですね。ちょっと開けてみましょうか、ボディを外してみます。
さあシャーシは何 TL01 なのは分かったけど、このままでいけるかな。スノーマルですね。この辺のパーツいろいろついてたからなんかカスタムされてんのかなと思ったけど、完全スノー、あ、タイヤがあった、タイヤがあったってことは4本揃ってるね。スノーマルですね。受信機が3話の RX201、 アンプが3話の BL ファイター Z。 あ、でもバッテリーもう1本ついてんじゃん。だから2本ついてますね。23って書いてあるってことはもう1本多分使ってたんでしょう。まあいっかノーマルだけど。デフはオープンですね。オープンデフですね。前後ともちょっと今充電器さしてみましたんで、軽くばらせるところをちょっとばらしてみましょうか。プラベアの前がついているってことはボールベアリングになってんのかな。あ、アルミハブだ。外し方がわからんこんなアルミのやつ使ったことないもん。あ、でもボールベアリングはやっぱ入ってるな。ちゃんとボールベアリングになってはいますね。使えるかわかんないけど、でこのタイヤでこんだけ溝がなくなってるってことは相当走らせてはいたんじゃないかな。TL01 ってどうやってバラすんだ。実はね、一回もね、これは使ったことがないシャーシだから、全バラしようとすると、これはひょっとしてモーター外いてみるか、とりあえず。結構すり減ってますな。だいぶ走らせたなこれ。うん、やっぱ削りカスが結構出ている。今実はこれ勢いで落札したんですよ。なのでちょっとグリスとか全然ないんですよなのでまあとりあえず今回はここまでで、まあ、ちょっとねまたね一回全部バラしてみてどこまでどういう風なのかっていうのは見てみたいと思います。とりあえずというわけでとりあえず今回は試しにねちょっとねどんな感じか見てみようっていう感じでした。というわけで T ガレージ店長ラジコン再開します。ご視聴いただきありがとうございました。走るのは問題なさそうですね。